さて今回は、クォンタムエスプレッソ PWSCF のインストールやってみたいと思います。こちらのホームページが非常にまとめられてるんでこちら使っていただけたらと思いますね。ていうかこれ他人のやつなので私たちじゃないといけないですけど、こちらのホームページは非常にいいと思います。でここにインストールと書いてあるんでこのインストール手順そのままやればいいと思います。でじゃあちょっとやってみようと思いますね。まずクォンタムエスプレッソ、PWSCF と入れてもいいんですけどこれでできますんでこれですね見てもらってなんかこれ開いてるな。あこれはまた使えますなとか。それで、ダウンロードというのが出てきます。ちょっとこれ広げますかね。これですねダウンロードとか出してもらってで、いくつか書いてあって昔のバージョンはこちらから取ってくれって書いてありますね。昔のバージョンは動く場合もあるのでこちら取った場合がいいこともあります。じゃあちょっと見てみましょうかね。ダウンロードページって書いてありますからねここでダウンロードしてみましょう。ああうまくできんな。こんな感じでねいきましょうかね。でこれでダウンロードしてくるということですね。まあとりあえず今回練習っていうかまあ大体の大枠をつかむためなのでこれダウンロードしてみましょう。はい OK。であとこれ何が入れてありましたかね。フォノも入れたいっていうことですね。うんまあやり方は一緒ですね。これですねこれも入れましょう。で他にもいくつかあります。例えばこれ吸収スペクトル計算するやつです。吸収スペクトル入れたい場合はこれです。あとこれ多分テストのデータが入ってますねおそらくね。ちゃんと適当なこと言ってますけどね。でこれ TDFT の計算とかですね。アトミックっていうのは D ポテンシャル作るやつですね。で GWW おそらく GW 計算のやつで PW 今度は電動度を計算するやつですねっていうのであります。まあ、基本的にはこれと、あと、フォノは結構難しいんですけど、フォノ入れとけばいいですね。他にも多分これとかあるといいかもしれないですね。ちょっとやってみましょうかね。うん。あと、私がどうしても入れたいのはこれとかかな。まあ、どうせ後からやってもしょうがないんで、まあ、いいんですけど、これもなんか新しい場所あんまり対応してない。かったような気がしますね。 Gポテンシャルがまあいろいろと難問あるんですね。で、これがダウンのところに入ってるはずです。うん、こうやって入ってますね。で、回答してみましょう。で、ちょっとこいつのやり方、これのやり方か、もう一個はこれの第一原理計算入門の。PWSCF と書いてあるところの、コンパイラーのところがどっかにあるかですね。あ、これちょっとここには書いてないかな。ここじゃなくて、Ubuntu の 12.04 でしたね。ってやると、まあ、いろんなコンパイラーでやりますよという方が書いてあります。なので、これを参考にしたりします。これは Go バージョンでやってますね。まあ、どのバージョンでもいいです。とりあえずやってみましょう。で、これにちょっと沿ってみます。で、こちらで TAR の回、これは TAR の GZ バージョンなので、TAR のスペース ZXVF スペース。で、これをここにスコーンって入れてエンターです。そうすると、エスプレッソ 5.4.0 というのができてます。じゃあ見てみましょう。ここにできてますね。これですね。じゃあ CD スペースのここに入ってこうですね。でこれも今やったのはこれとこれをやりました。次これですね。でちょっとこれ中身見てみましょう。そうするとこういうふうにあります。いろんなのがありますね。いいポテンシャル。じゃあここにやってみましょう。TARZXVF
の、例えば炎でいくとここに追加されます。 QHA ってファイタルファイルと、プロットフォノンっていうプロットフォノンというのができてますね。こういうふうにやります。これ回答これもう2個点がある、1個点がある場合は現在で、もう1個点がある場合はこれ上の階層に入るっていうので、こちらに入ったこれの上の階層のところで回答するってなってるんですね。ちょっとそれがちょっとよくわからないですね。本当はこれじゃないかなと思うんですけど、まあ私はちょっとそれではやらなかったので、皆さんちょっといろいろやってみてください。まあいいです、別にそんなことどうでもいいかなというわけではないですけど、他の人はどうしてますかね。ああこれ違いますね。まあいいかな、面倒だし、まあこれ以上頑張っても仕方がない。まあここで頑張っていろいろやってくれてますしね、講習会も開いてるみたいなんで、まあいいです。であとはで、プログラムこれ動かします。これ動かして、コンパイルが始まります。でドットスラッシュコンフィギュアのヘルプといつも通り入れると、こうやって説明書きが出ます。でどんなコンパイルオプションつければいいか出れますんで、それでやってください。こうやっていろんなものがありますね。イネーブルパラレル計算するですよ。でもディフォルトで Yes になってますんで、入れなくても勝手に入ります。で、OpenMP 計算するかどうかって書いてありまして、これはディフォルト No になってますんで、もし OpenMP で計算した場合はこれ入れるとかいうことですね。あとは、まあ、ラパックとかインテルとかね、インターナル、ブラスとかコンパイルですね。とりあえず、まずはどんなのがコンパイル指定に入るかというのを調べるために、ドットスラッシュコンフィギュア、これはドットスラッシュというのは現在のディレクトリ、つまりこのディレクトリの中のコンフィガプログラム、これを動かしますということです。なのでやってることはこれを入力するか、これで動きます。まあめんどくさいのでこれでいいです。でこれでやります。そうすると、コンパイルパラメータは全部自動的に入ります。であるものを検索してセッティングしてくれます、機械が。で今回の場合は、MKL が入ってるんですけど、この GF って書いてあるのは G フォートラン、フリーのやつのフォートランを探してきてくれてます。なので今回インテルフォートランのやつが入ってるんですけど、マスカーネルラビュラリーも入ってて、で、G フォートラン用のやつを探してやってるってことですね。でこの上をたどっていくとどんなものが、対象になってるかっていうのが書いてあります。本当は別のファイルに書き出してどういうふうになっているのかというのを見るのが一番いいですね。ここちょっと見てみますと、X86-64 ってアーキテクチャで64ビットですよというのが示されていて、フォートラン i4 もありますねというのが確認されています。で MPIF90 もあって i4 もありますねというふうになっています。でこう見ていくと G フォートランもあってということですね。で CC という資源、思考言語のコンパイルもあるなというのがあってまして、であと全部調べてます。で結局、ここに書いてあるセッティングとユージングって書いてあるところを見ると、F77 が G フォートランで F90 も G フォートランでやってますよということになります。で、フォートランのフラグが O3 は最適化の O3 でやってということですね。それで基本的にはちょっとどうなるか分かんないんですけど、自動的に探してくれたものがうまくいけばこれでコンパイルして、メイクオールってやれば、ここにも書いてあるんですけど、コンフィアが終わってで、メイクオールっていうのが全てやることになりますので、メイクオールでも全部データが入ってないんで、実際にはこうやって1個ずつ指定しなきゃいけないです。メイク PW とかですね。でそうするとコンパイルが始まりますので使えるようになります。で、うまくいかない場合はこれらを順番に指定しなきゃいけないです。
たまにちゃんとしたのが指定されなくて自分で指定しなきゃいけないですね。で、こっちのホームページでやると、どうすればいいかっていうのが書いてあったりします。どこかな、ここにこういう指定フォームが書いてありますね。コンフィギュアの MPIF90 でこうやって指定すると、このこちらにあるこれが指定されるとかいうふうになります。これは OpenMP 使う場合ですね。で、With Internal というのは内部で設定されている、一応、PWSCF Quantum Expressにはコードの内にラパッとブラスを入れてあるんですけど、それは処理が遅かったりとかいろいろな問題がありますんで、もっと最適化したやつ使いたいっていうのであれば他のやつ使うということですね。例えばインテルの MKL とかですね。でこの下にインテル iFort っていう例が書いてありますんで、こちらはこういうふうになってますよということですね。これ結構古いのでこうパラメータ変えなきゃいけないですね。ですからおおむねこういうふうに、やると設定していくといけます。それで、ラパックのライブラリーのこの部分のセッティングですけども、こちらはこちらを使って出てきたのを使えばいいです。でこれは、SPRKKR の時に説明したやり方で一緒です。なのでそうやってやってコンパイルすればいいです。でコンパイルうまくいくかいかないかは何度もやらないとダメですね。でうまくいかない場合はコンパイルできなくて自己ファイルもできないので、いろいろとパラメータを変える必要があります。なのでどういうふうにやればいけるかっていうのは誰かが調べて、それでうまくいった例を使っていくということになります。なのでいろんなものをドアンロールしたりしていると、このコンフィガだけではうまくコンパイルできないことが出てきますので、そういう時にはちゃんと指定してやらなきゃいけないです。で例えば、こうやってやってやると、ファイル内にこの名前で出てきますので、これを見ながらどにをつけるかというのを決めます。例えばスカラパックのやつはこれを使って、でここに書いてあるコメント通りに入れるということです。でライブラリーもここで書いてある通りに入れるということですね。じゃあちょっと例としてやってみましょうかね。これ MPIF90 がうまくいくか分かんないんですけど、例えば MPIF で iFort だとこういうふうになります。こちらこうで、でブラスリブがここは変えなきゃいけないので、例えば、スカラパックとラパックなしのものでこういう感じの作っていただいて、これですね、コピー、ペーストで、これプログラムが一部バグがあって、ここがこれじゃないとダメですね。まあ他の例でもいいんですけど、でこれが終わればブラウスの設定がここで終わると。であとはブラウスが終わって、ラパクリブもほぼ同じのを設定すればいいですね。でラパクリブも同じのを設定します。ここのやつを使えばいいです。あ、ちょっとコンマが20になってしまう。こういう感じですね。そうするとここにブラスとラパックの
リンクはこうなってますよってできます。それで、この L ってついてるのはこれは この後のアドレスの中にある、リブって書いてあるやつが -L に変わるんですけど、それのファイルを使いますよというふうになります。でこの冒頭に L がないのは、-L が、ラージ L がないのは、このファイルのものを使いますよってことになります。で、実際に、これを辿っていくと、この Lib プラス、これがあります。ちょっと見てみましょう。Opt Intel Compiler 2018 Intel これですね。で、Linux っていうのがあって、MKL っていうのがあって、Lib っていうのがあって、で、Intel 64っていうのがあって、で、Lib これですね。LP 64、Lib プラス95。これですね。こういうのがあるってことですね。このファイルを参照して、計算、対角計算などがさせれるということです。で、L が最初についている場合には、この Lib の部分が -L に変わってリンクされます。large L がついているところのファイル、つまり64のこのファイルの中の、この最初の Lib でついているところが -L になって、なったものを探して、リンクするようになっています。でこれはダイナミックリンクの指定になります。で2つの指定の方があります。なのでこちらも本当は、ハイフンのラージ L で、やればここはスペース、これをなしにしてスペースにし、あ、うまくいかないして、変わるということですね。で、あといくつか文字が書いてあって、これをちゃんと読んでいくとパラレルエンバイラメントうまくいってますねとか出てきます。で、FFTW もちゃんと入れてあるので、それも入ってますねっていうのがなります。なので、こうすればいいです。で、これでよければ、メイクで、こちらに書いてあるような、導入してるやつを出せばいいです。書いてあるので、コンパイルすればいいです。例えば、メイク PW とか。で、全部データ、こちらのやつを全部入れて、回答してやってる場合にはメイクオールってやればコンパイル始まります。でこうやってコンパイルしてください。これでうまく動かない場合もあるので、これはいくつか変えなきゃいけないです。でフォートランのものも変えたりしなきゃいけないです。そこはいろいろと大変なんですけども、まあ、こういう苦労をしないとコンパイルはできないということは覚えておいていただければいいです。で、MPIF90 がちゃんと MPI フォートになってますんで、ちゃんとインテルフォートになります。ただ、PWSJF、Continuousレプソとアブユニットは G フォートランに対応しているような感じになってきているので、インテルフォートランがうまくいくとは限らないですね。なので、まあ、どうすればいいかは皆さんで調べていかれるしかないです。まあ、今回、こんな感じですね。ちょっと、どんな感じかっていうのだけやってみましょう。で PW なのでこれですね。まあこちらにも書いてありますけども、こいつはメイクオールになってますね。結構古いタイプは全部データが入ってるんですけど、最近は分割になってます。昔はですね、一つのやつで全部入ってたんですけど、最近はもう全部細かなのに分かれてます。もっと昔はもっといろんなのが入ってますけど、まあそれはいいです。でやってみます。ここですね。でまああと他にもいくつか細かいのもありますけども、まあ、こういうのもいろいろ参考にしてどうするかやってください。でちょっと走らせておきますね。こんな感じで走ります。なのでこうやってコンパイルしてもらえばいいです。で今回これで終わります。